どうも、夫婦の時間でございます。なんと今日は、はい。せがれも、はい。Vlog 以外は初登場ということで、ね。いつもこう、ムービーとかね、うん、撮ったやつをこう Vlog にして、そうですよ、ね。はい、出したりしてるんですけど、こう、今、リアルタイムではないですけどね、うん、こう、一緒に。ただやっぱ、あの、撮影になりませんね。彼がいると。ちょっと寝起きのパジャマで、はい。ね。あれですけれども、うん、さあ今日ははい、ちょっと、はい、そのこれからね、そのいろいろお部屋作りとか、いろいろ家のことについて、はい、断捨離したりとかね、うん、たくさん動画も撮ったので、はい、それを順次編集してアップしていこうっていう話だったんですけど、そうですよ。ちょっとまあ皆さんもすごく影響をね、いろんなところで受けていると思いますけれども、うん、ちょっともうコロナの影響で、はい、うちもちょっとなかなか厳しくてですね、はい、まあとにかくもう時間がなくて、まあ、保育園も結構自粛要請もう結構早い段階からいろいろね、うん、されてたりとか、でもお仕事がある方とかはね、まあでもしょうがないですからね、しょうがないですから、はい、でもうちも最初は関係ないですよ、もうこいつにはね、はい、関係ない、ね、関係ない、なんとも思ってないんでね、わからないしね、はい、そう、うちも、ね、最初はね、行かしてましたけど、やっぱこう劇場とか配信自体ももう吉本はなくなってきたので、一応まあ子供も今、はい、自粛、総演は自粛してるという状態ですね、はい、はい、でもお互いのその家でやってる仕事のみやってるっていう感じなんですけど、はい、うん、まあ本当に保育園とか行ってないと時間がやっぱりね、その私たちのその仕事をする時間も限られてくるので、はい、なかなか編集の作業の時間が全然取れなくて、うん、まあ僕はやったこともないし、はい、これからもやることはないと思うので、どういうものかわかりませんけど、まあ、はい、とにかく編集がやっぱ時間がかかるんでしょ、うんうん、でなんか逆にみんな今 YouTube をね、例えば芸能人の方とか、まあ芸能人始めてますね、こういうなんか劇場がない時に始めるっていう、うん、人が多い中で、私たちはそのやっぱ子供がいると逆に時間がなくなってしまって編集する時間がなかったりとかってあるんですけど、でもやっぱこういう風にさ、皆さんね、いろいろお子さんいるご家庭とかも家で子供のね面倒見ながら、まあ在宅でね仕事されてる方多いと思いますよ。あとまあ普通に専業主婦の方とかも、その家でどういう風に、今までだったら公園とかもさ、児童館とかさ、たくさん遊びに行かせられてたけど、それがさ、遊びに行けなくなっちゃったりとか、まあ、一応自粛のね、うん、あれが出てますから、公園とかあんまり人がね集まるとこはっていうのが、まあ、人がねいなければいいんですけど、なかなか難しくなってきたこういう環境ですから、私も、まあ、いやでもね、本当にしょうがないと思うね、遊びたいよな、遊びたいな、元気いっぱい ね遊びたいけれども怖いですか、まあ、私たちは YouTube を逆にお休みしようかなっていうのを考えてたんですけど、うん、時間ないからやっぱ息子優先にしたいし、うん、でもやっぱりこうどういう風にみんなね、その お部屋の中で遊んでますかとかいう質問が多かったりとか、あともう私の連載をしてる編集部のいろんなところとかでも、うん、その家で遊べる、うん、どうやってやってるのかとか、そういう漫画描いてくださいとかっていうオファーをいただいたりとか、まあ、今日もなんかテレビ電話で打ち合わせしてたもんね。まあ全部リモート会議ですよ、仕事は。だからもうね、そういう感じになってきてるんですけど、はい、だからどういうふうにみんなお家で、私も気になってて、その他の方の方がね、確かに、うん、どういうふうに子供と一緒に遊んでるのかなとか気になってるので、うん、なんかそういうのをうちも見せていけたらなと思うんですけど、そのこれまで その結構私の編集がしたかったから、編集にちょっとこだわってて、いろいろ大変だったんですけど、ちょっとしばらくの間は本当にちょっと取っ手出しというか垂れ流しというか、ちょっと本当に何の編集もなしに iPhone で撮ってアップロードするだけとか、なんかずっと俺なんかリモコンで操作されてるんやけど、ピね、ママーデン、え、あ、ママーデン、これはね、鬼は外って言ってるんですよ。ボンボンでーって聞こえますけど、鬼は外と言ってるんです。ボンボンデー、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 絶対言わないね、ボンボンデー、鬼は外だけ、ボンボンデー、鬼やと思ってるんですかね、二人とも、ボンボンデー、ボンボンデー、
かリモコンか。リモコンをちぎってこう投げてるね。ママね。はい。わかった、遊ぼう。な、遊ぼう、うん。もうちょっとで終わるからな。うん。なんかこういうのをね、はい、なんかまあ、垂れ流して。垂れ流していたからみたいな。そうね。なんかちょっと、ママね。全然お休みするっていう案も全然あったんですけど、なんか、あんまりやっぱりこう引きこもると暗くなっちゃうし。うん、そうそう、そりゃそうよ。やっぱこう明るい、適度によ。やっぱりそれも自粛もね。その迷惑がかからないのを前提に、はい、適度にね、はい、できることからやりましょうということですよ。やっぱりこう明るいコンテンツをね、出していきたいっていう。うん、家でね。うん、どんだけ鬼は外するのする鬼は外する。うん、うん、する。いいよ。いいよ。なぜ俺らが鬼なの？ダメ、鬼。鬼？うん。鬼なの？はい。まあ、ということで、まあ、こういうふうに遊んでおります、うちは。うちの、ほんとこれから私たちも、もっと、今一応着替えましたけど、もう多分ずっとジャージだったりとか、お化粧もしなかったりとか。まあ、休みですからね、うん、我々もね。そういう感じになると思いますけど、はい、まあ、ありのままを、ちょっと、見て、はい、まあ、明るい気持ちになっていただければ、はい、ね、はい。で、なんかちょっと落ち着いてきたら、なんか、断捨離のね、ああ、撮ってるやつがね、ありますから、引っ越し関係、うんぬんとか、はい。いろいろそういうのも出していけたらな、と思います。はい。はい、ということで、ちょっと鬼は外が止まらないので、この辺で、はい。さよなら。お楽しみに。ママね。ママね。you